じゃこんにちは、はい、ということで、はい、ということで、ね、新人王の行方はどうなるのか誰の手に、ね、若々しく喋っていきたいと思いますルーキーを喋るからねはい、はい、じゃあ今度はパリーグということで、はい、この3選手、まあ、そう3選手を挙げてるけども、はい、他にもね、うん、まあいろんな素晴らしい選手が活躍してる。そうですね、まあ、例えばオリックスの栗林も、うん、そうですね、そうだよね、うんうん、ホークスのリチャード選手とかもそうですね。あ、そうそうそう、あとはもったいないのは若林、あ、西武のはい、もう20盗塁してたんだよね、うん、だから新人で盗塁王を確実に取るんじゃないかなっていうような活躍してたんだけどさ、はい、ちょっと膝の故障でね離脱したとか、うん、あとはロッテの佐々木朗希投手も、あ、可能性があったんだよね。そうですね、だから非常にもったいないという選手もたくさんいる中で、うん、はい、まあ、自分の地位をチーム内で確立していったというね、うん、はい、まあ、セ・リーグとは違ってパ・リーグは、まあ、3人ともピッチャー、ね、はいはい、まず楽天の早川、はい、ね、ルーキーの早川投手、はい、まあ、球団史上初というのは左投手でも2桁勝利になるかという、うん、ね、もったいなかったのはさ、ポンポンポンと7勝までポンポンポンといったんだよね、はい、で6月中頃から勝てなくなってさ、うん、うん、で後半もいいスタート切れずに、まあ、そこから2勝積み上げてあと1勝で2桁勝利なんだよね、はい、春先見た時に15近くはいくかなと思ってたんだけどさ、だけどちょっとこう1年間のねスタミナがなかったのかなっていうようなちょっと印象がある。あとはこうあれですか、チームが援護点をとかそういったことも、まあそういうこともあるけど早川に関しては意外と援護点はもらってる方だと思うよ、うん、ただ課題がやっぱこうね、変化球が高めに浮くと必ず打たれるという、うん、まあちょっとしたこう欠点みたいなのもあったんだけども、はい、でもまあ後半、ポンポンと勝ってからはそういうものが消えてきているという、うん、また成長し始めているというね、はい、まあ投手だよね、はい、はい、で日本ハムの伊藤、はい、球団新人連続奪三振記録、うん、はい、1位タイ、1位タイ、あの木田勇さんに並んだというね、うん、その試合見てたんだけど、はい、やっぱ狙って三振が取れるね、うーん、このピッチャーは。なるほど。でね、やっぱフォーシームストレートなんだけどこの回転数がめちゃくちゃ多い感じがする。うん、だからなんかこう生きてるボールが、うーん、それと伊藤のプロ入り初登板の時見たんだよね、はい、その時勝てなかった、うん、援護点がなくてなかなか勝ちがそうつかなかったね、前半ね、伊藤投手で勝ち投手の権利を持って降りてもひっくり返されたりだとか勝ち運に恵まれてなかったんだよ、はい、でもこのピッチャーを初めて見た時に、うん、あ、このピッチャー勝てるなっていうふうに思ったのね。それはなんでですか？それはね、やっぱ投げてる姿もそうだったんだけど、はい、やっぱあのまっすぐってバッター目線から言うとなかなかやっぱ打つのは苦しいだろうなと思った。で投げっぷりもいいしさ、向かってどんどん行くし、うん、で最初援護点なくて非常に負けが先行した、はい、でも負けが先行してもそれをひっくり返したからね、うん、今勝ち星の方が先行してるという、はい、もう伊藤も9勝なんだけどさ、うん、ルーキーで、まあ、早川もそう伊藤もそうだけど10勝できればすごいことなんだよね。それとオリンピックに行った。そうですね、この印象も俺でかいと思うんだよ。追加の招集がかかり、そうそうそう、行けば活躍して、そう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 、今山本と並んでまっすぐだけだったら本当に伊藤も速さは違うよ、うん、やっぱ山本の方が速いけど、はい、質だったら伊藤がナンバーワンじゃないかなっていうぐらいの質を持ってるピッチャーだよね。なるほど、うん、だから素晴らしいピッチャーだよね。もう髪の毛がいつまで伸びるのかなって、そうそう、なんか若者みたいになっちゃってるけどね似合ってますけど、そうそう、はい、ね、で最後にオリックスの宮城、はい、ルーキーではありませんが、ルーキーではないけども最高勝率のタイトル獲得なるか、今シーズンの、あ、はい、防御率も2位につけてんだよね、うん、勝率もおそらくチームメートである先輩の山本、はい、と争うと思うんだよ。でも山本がすごいからね、うん、
でも今現在宮城は11勝、はい、最多勝率の権利として13勝しないと、うん、その該当に当たらないんだよ。なるほど。だからあと2勝は確実にしなきゃいけないということだよね、うん、タイトルをあの取るにはね、はい、だからそういう意味ではあと2勝是が非でもしなきゃいけないという、はい、宮城投手が2勝した暁にはチームの成績ももちろんね、うん、っていうことですもんね。そうそうそう。ってなってくるとまたここの選考にはそう優位だよね、はい、働いてくるってことですよね、うん、だからオリックスも優勝争いしてるし、はい、その中でも今現在11勝その中でのまあ仮に最高勝率のタイトル取ったとしたら、はい、すごいことだよね。うん、ということはこう比べると、はい、じゃあ誰になるのかと今の感じだったら誰ですかね。はい、では日高さんのまあ予想はね、パリーグの新人王は誰の手に行くでしょうか。出しにくいけど、はい、じゃじゃじゃんドーンはい、オリックス宮城投手かな、はい、そうですよかな、まあ、かなって、うん、まだわからないよ。そうですね、試合数が残ってるからわからないけども、はいはい、まあ、セ・リーグは、うん、栗林が半歩って言ったけどここは一歩、あ、そうです、一歩半ぐらいリードしてるというふうに言ってもいいよね。でやっぱりチームの成績も加味されてるわ、はい、やっぱ宮城がいないとオリックスは今の位置までいかなかった。うん、だからそういう意味ではそのこのチームに対しての貢献度も、うん、好感度も高い、うん、途中で坊主にしてさ、そうですよね、うん、その坊主のタオルまで出ちゃう、そうですね、懐かしいです、なんかこうこの帽子の下から出てた ロン毛がな、はい、だからまあみんな好印象なんだよ、はい、みんな好印象だけどもなんか宮城のこう可愛らしさ、まだ19歳だからね、言っても、はい、特徴的にはボールにキレがあって、うん、コントロールがいいわ、うーん、だから三振も奪えるしさ、はい、打ち取ることもできるという、はい、19歳にしてこのテクニックを持ってるピッチャーって本当昔からこう辿っていってもなかなかいないよ、この若さで、この若さで、はい、だからそういう意味ではすごい素晴らしいピッチャーだよね。うん、だからよくあの伊藤はオリンピックに行ったじゃない、はい、いやいや宮城入れた方が良かったんじゃないかとか、いやなんか宮城がなんで宮城をなんで入れないんだっていう声もたくさん上がったじゃない、いやありましたね、うん、あのもう追加でって言った時に、うん、あじゃあそれは宮城投手かなっていう声もそうそうたくさんあったよね、はい、だからそのぐらいやっぱ素晴らしいよね、うん、ただここに来てやっぱこうシーズンの疲れなのか、はい、ちょっとコントロールを乱す傾向にあるんだよね、うん、やっぱ打たれちゃいけない、チームがやっぱ優勝するためには自分が勝たなきゃいけない、そういうプレッシャーの狭間に立ってちょっと苦しんでるけど、はい、ね、あと最低でも2勝はしてくれなきゃ困る、うん、まあ、うん、あのそのタイトルの規定っていうのもあるし、もうあるし、まあ、チームとしても、はい、やっぱり勝ちを計算してる、うん、だから山本と宮城でチームは成り立ってる感じがあるんだから、うん、その山本と宮城の貯金、作った貯金で潤ってるっていうのが、ね、うん、今の状態があるということね、はいはい、うん、だから宮城は一歩半ぐらいリードはしてるけど、うん、でもまあ、まだまだ早川にもチャンスはあるだろうし、はい、まだ優勝のチャンスもあるしね、うんうん、あるし、まあ、日本は、まあ、最下位争いを最下位に沈んでるけども、はい、でも伊藤もその中で、まあ、仮によ例えば得点力が高いロッテで投げてたとすると、はい、もう11勝12勝ぐらいしてる可能性だってあるわけだからね、あ、チームがってことですね、そう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 、点を取ってくれれば、はい、ということね、はい、前半とかね、はい、だからそういう意味ではちょっと伊藤はもったいなかったけど、でもオリンピックの印象をどこまで票に変えられるかだよね、うん、で早川は春先は一番は早川だったんだ、うんうん、もうシーズン始まる前から早川鉄板で新人王だろって言って言われたの、うん、でも宮城が出てきた、はい、俺宮城は新人王のチャンスあるんじゃないのって言ったら宮城にすぐ変わったんだね、みんなああこれは宮城だろうって、うん、だけど伊藤が追い上げてきたという、うん、
でもこういう構図って、まあ、1年間って短いようでやっぱこういうふうに考えていくとやっぱ長いシーズンだよね。でその時とその時のねあの流れとかありますから、うんうん、そうそうそう。またオリックスは今少しずつチームの状態も戻ってきてるね。上向きでって考えてくるとさあどうなるんでしょうか。だからもう野手が思ってるよ。宮城の時は絶対曲げれないっていうふうに、うん、まあ山本の時もそうだけどさ、はい、うん、だからまあ新人王は誰の手にってパ・リーグ編をお伝えしたけども、はいはい、豊さんの今の予想はオリックスの宮城投手かなというところですか。ね、あセパとも、ピッチャーになるのかな。どうでしょうかね。まあ牧はセカンドじゃない、うん、あ昨日というかセリーグの時に話したのね、はい、新人王を取ったのは岡田さん以来になるんだよね。だずいぶん遡らなきゃいけないんだけど、うん、やっぱこういう新人王の争いの中ではやっぱピッチャーがやっぱ目立つね、うんうん、ピッチャーが有意義かなっていうような気がするよね、うん、なるほど、はい。まあでもパ・リーグもね、はい、もう本当にたくさんのいい選手が入ってきて、うん、もう本当に盛り上げてくれたし、まあこの3人っていうのはずっと最多勝争いだとかタイトル争いをしていく選手たちだよね。やっぱり新人王争いなんかした人たちっていうのはやっぱ世代も一緒っていうことで、うん、ずっとそのリーグとかチームを背負って戦っていくみたいなところはあるんですかね。あるよね、うん、まあ、ずっとライバルでいると思うよ。そうですよね。大変なライバルを抱えたなっていうふうに思ってるかもわからないけどもね。はい、だからまあまだ決定はしませんけども、はい、誰になるのか、まあ、楽しみでしょうがないです。はい、はい。